神武氏は、中華人民共和国の官僚、政治家、厚生地湾族自治区高市出身、元厚生地湾族自治区主席、当委副書記。現職は、全国人民代表大会財政経済委員会、副主任委員。1954年11月、厚生地湾族自治区高市佐市で生まれる。文化大革命末期の1972年より、南寧市の第一良子。 西平橋大米工場で工人として、労働に従事。1975年、南米市領職局に入局。1982年に、厚生大学哲学系哲学専攻を卒業。大学卒業後、厚生地湾族自治区計画委員会総合どころに勤務する。1998年以後、厚生地湾族自治区人民政府経済。 体制改革委員会事務室主任、厚生地範属自治区人民政府副秘書長、弁公室副主任、秘書長、弁公室主任を歴任した。2005年、厚生地範属自治区人民政府副主席に昇格。2009年、自治区党委員会常務委員兼副主席に就任。2011年9月には、同省南令首党委書記に転任する。 厚生地安族自治区党委員会は3月22日の会議で馬評が厚生地安族自治区党委副書記の職務を解かれ、陳武氏を党委副書記に任命することを決定した。厚生地安族自治区党委副書記は、前任の馬評が3月11日に中国人民政治協商会議全国委員会副主席へ移動した後、空席となっていた。2013年、 厚生地湾族自治区第12期人民代表大会第2回で4月19日、主席代行の陳武氏が厚生地湾族自治区人民政府主席に選出された。2020年11月11日、中央に移り、全国人民代表大会財政経済委員会副主任委員に就任。ありがとうございます。